手ごわそう。私の名前はアヤ。私は父から教わった剣術で日本中にあふれる狩猟どもを飼っている。狩猟とは屍のまま蘇った人間。聖者の血肉を食らう狩猟どもは今や世界中に跋扈し、聖者を脅かし続けている。でも私には世界なんてどうだっていい。私は2年前、何者かに継母が殺されてから失踪してしまった父とイボマイのサキを探している。そんな時、レイと名乗る情報屋から接触を受けた。狩猟討伐を引き受けることを条件に、私の家族の手がかりを提供してくれるらしい。レイの提案を受けて狩猟討伐を始めてからかなりの時間が経ったけれど、いまだに有力な手がかりはつかめていない。狩猟討伐に明け暮れる日々にも疲れ、半ば諦めていた頃だった。突然、サキから一通のメールが届いた。お姉ちゃんバラ、オリジン。ちょっと
手ごわそう。さあ出るわ。アヤ、お前はお母さんのために死んでくれる？サキ。邪魔しないでくれる？まとめてぶった切る。切り刻む。片付いたかな。情報屋のレイです。ねえアヤ、もう墓場に着いてるみたいだけど、妹ちゃんからのメールの件どうだった？レイの言う通り、母さんのお墓は見つかったよ。けど母さんの遺体が持ち出されてた。持ち出されたってどういうこと？さあね、サキが生き返らせようとしているのかも。うわ、何それ、ファンタジー？どうだか。それより何か情報はある？そうそう、アヤが必死になって探してる妹ちゃんらしき目撃情報が手に入ったよ。ちょうどその近くに数年前に閉鎖された病棟があるんだけど、その病棟内で制服姿の女の子を見たって。分かった、すぐ行く。さすがアヤ、準備万端だね。目的地の閉鎖病棟はこっちの方角だよ。分かった。周辺の敵を倒せばその結界を解けるはず。まとめて切れるから好都合よ。
出た、アヤの余裕だ。アヤの探達に届いたっていう妹ちゃん、勝手に見させてもらったんだけど。どういうお宅の遠隔操作ね。それで、いや死んでくれって初めて来たメールにしては随分強烈だなって。ねえねえ、アヤって妹ちゃんに恨まれてる？さあね、まあ半分他人みたいなものだし。あたしとサキって母親が違うんだよね。本当の母さんが私を産んだすぐに亡くなったらしいし。なかなかに複雑な家族関係だね。何？私も姉妹いるけど、切っても切れない関係っていうか、姉妹みたいな関係じゃない。それには同感かも。でしょ？ほんと、いっそいない方がマシだと思うよね。でも私は、サキを追っていれば失踪した父さんにたどり着ける気がするんだ。へえ、随分と図体の大きい変態ね。私の邪魔をするならぶった切る。仕事で騒ぎを起こして、仕事だ。攻撃は大振りで好きなんだけど、火力の大きい注意を必要かな。早くならひょうこでしょ。雑な情報をどうも派手に決めてあげる。来た。ああ、最高に楽しくなってきた。資料より化け物みたいなものだよ。一族って本当に強力な一族。アヤの端末にショップアプリをインストールしておいた。それを使えばいつでもアイテムを注文できるよ。もちろんお金はもらうけど。はいはい、レイ、
ありがとう。どういたしまして。目的地に着いたみたいだね。女神像、アヤって信仰心とかあるの？別に。不気味なくらい静かで、このエレベーター3階で止まってるけど故障中かな。早速お出ましってわけね。切り刻む。電撃を叩き込んであげる。反撃を避けてタイミングよく叩き込まない。そういえばアヤって、なんで資料ハンターを引き受けてくれたの？小さい頃から当世の剣術を教わってて、それを生かせる仕事だったから。私は自分のためだと思ったから、これだけだ。自分のためだけ。そうだよね。まあ、だいたいそんな感じか。私たちが生まれる前から資料どもが出るようになったらしいけど、私とかアヤみたいなはぐれ者には生きやすい世の中だよね。資料家業なんてあんまり人様に言えるような職業じゃないけどね。その病棟はまだ電力が生きてるみたいだね。建物の構造を調べているんだけど、レントゲン検査室にエレベーターがあるみたいなの。ありがとう。向かってみる。切り刻む。奥のエレベーター使いたいけど、
そう簡単に使わせてくれないか。変な資料、ネバネバ、いや、ドロドロしてるし。もらうわ。ああ、マットマンって呼ばれてる資料だね。普通に攻撃しても死なない、めんどくさいやつ。とにかく頑張ってね。じゃあ。組織が運営していた病棟らしいよ。非人道的な医療研究もしてたみたいで、実験中の事故が原因でこの病棟を破棄したとか。へえ、だからこんなに資料が多いのかな。まあもうしばらく経ってるみたいだし、何が起きててもおかしくないっしょ。こいつらあんま美味しくない。あんたもしかしてアヤ？ラッキー、ちょうどよかった。あんたを殺すよう命令されてるんだよね。じゃちょっとぶっ殺して姉貴をびっくりさせてやろうっと。全然違う。これで終わらせる。喋ってる。
猫が病院がやってたっていう実験の失敗作。病院が閉鎖した事故の内容まではよくわからない。それより姉貴っていうのは気にならない。何言ってんの。私やつ。逃した。まあ姉貴ってやつのとこに向かったみたいだけど。そうなんだ。まとめて片付けるチャンスだね。はや、もしかしてさっきのわざと逃がした。なんで。今まできっちり殺してきたのに逃がしちゃうなんて珍しいなと思ってさ。あいつに妹を重ねてたりして。まさか一緒にしないで。静かね。上を目指すにもこのエレベーター動かないし。建物自体結構壊れてるから、瓦礫を上がって行けそうなとことかないかな。わかった、探してみる。ここから3階に上がれそうね。
刻む。私を狙ってここにいたみたいです。命令されたって言ってたね。狩猟を操ってる奴がいるのか。うーん、何その分かりやすいラスボス衆。女の子の狩猟まで操ってる。何してんのか。治療とは違う気配を感じる。今度こそ妹だといいね。よく来たな、アヤ。さっきは妹が世話になったそうだな。妹を守るのは姉の役目。ここで返り討ちにしてやる。あいつ、あやって言うの。うん、わかった、わかったから。あいつの心臓持って帰るとエヴァ様に褒められるの。わかったから、静かに。ブー。うん。というわけで、貴様の心臓いただくぞ。いただくじゃ。今のところ名前を見て叩く。調べてみるよ。何よ。こうだった。おう、こいつ一人ぶつぶつ言って。エヴァ様、こんなやつの心臓食べて。あとは怒りしようまとめて叩き切る。あんたも何も喋れないで。切り刻む。
ネキいやよあんつあんたすことはある。エヴァ様からもらったこの命、妹のために使えて本望だ。あんつ本当は守れた。妹のため。お疲れ、アヤ。それ回収するから、そのままにしておいて。レイ、埋葬してくれるの？埋葬？まあ、そんな感じ。そう。ありがとう、レイ。アヤのためなら。妹のためか。さっきのやつは落とされたみたいだし、とりあえず下に上がってみる。まとめて叩き切れ。
あいつを先に倒した方が良さそう。もしかしてや、さっきの姉貴に感化されちゃった。そんなんじゃないよ。だよね、よかった。余計なのが出てきたけど、あのエレベーター使えそうね。どう？ターゲットは？あ、いや、地下に来ちゃったみたい。アヤの機械音痴っぷりがすごいわ。ちゃんと押したはずなんだけど。あ、女の死体。死体？ナースじゃないの？いや、黒い服を着た。白い髪の。ちょっとレイ、今笑うとこ？何のヘマしたんだろうね。その様子すっごい見たいんだけど。レイは女の死体にでも興味があるの？超ある。変態。この斬撃、いや、まさか誰かがこの先にいるの？あれは父さん。椿。父さん、一体どうして？椿、どこに行ったんだい？そうだ、あの忌々しい女が俺の妻を。母さんも？いや、お前だったかな。お前だよな、俺の妻を殺したのは。やっとだ、これで椿の仇よ。一体何が？よくも椿を無残に殺してくれたな。許す。この影、殺す、殺す、殺す。それ、通りだ。あの毒婦が、ないだけは絶対に許さない。椿を殺したお前だけは地の果てまで追いかけてやる。Yeah.
引き離すしかなかったんだ。父さんに教わった力、飲み込まれてた。隙はしっかり持たない。言われるな。アヤなのか。ああクソ、なんてことだ。父さん、ずっとどこに行ったのかと。本当にすまない。父さん、来るな。またいつ命が暴走するかわからない。あや、勝手だが聞いてくれないか。俺はずっと椿を殺した奴を追い続けてきた。そしてついに見つけたんだ。椿を殺したのは同じイミジ族のエヴァという女だった。その女は椿の心臓から力を得てサキを操っている。サキを？どうやらサキはイミジ族の心臓を使った儀式で椿を生き返らせようとしているらしい。その心臓を得るため先は俺と綾に刃を向けるつもりだ。なるほどね。綾、お前が先を、妹を止めてくれないか。私が先を、私を殺そうとしてるやつを殺さずに止めろって言うの？今まで黙っていたことを許してほしい。実はお前とサキは血のつながった姉妹なんだ。なんで今さらそんなこと。イミチ族の姉妹には戦う術を身につけさせて試合をし、生き残った方を後継ぎにする習わしがある。だが俺と椿は二人を守るために血のつながりがない姉妹として偽ったのだ。そんなことが。人は死んだら生き返らない。死者が生き返れば人を喰らう化け物になるだけだ。俺は椿のそんな姿を見たくはない。急にいろんな話を聞いても納得できないし、サキを殺さずに止めるなんて約束もできないけど、私がサキのところに向かう。父さんはやらなきゃいけないことがあるんでしょ。すまない。父さん、早く行け。アヤ、いつもお前たちのことを思っている。アヤ、お前にこれを。お前なら使いこなせるはずだ。父さんが持ってた2頭使いこなしてみせる。アヤ、ショップを確認して。とっておきの新しいアイテムを入荷しておいて。ありがとう。Yep.
隙間から入れそうね。出ても資料だろうけど。アヤのお父さん、だいぶ様子がおかしかったけど、妹ちゃんのこと本当なのかな。アヤは妹ちゃんを止められるって本気で信じてる。止めてみせる。どうせ無理だよ。殺しにかかってくるんでしょ。私はアヤに生きてほしい。扉のようなものが見えるけど、ダメね。他の道を探そう。こいつがウロボロスの失敗作なのかな。襲ってこないなら放っておく。そうね。他に道がないか探してみる。お父さんはどこに行ったの？切り刻む。でも、後で追うつもり。父さんすぐ見ちゃったから、私が止めてあげないと。それなら引き止めればよかったのに。無駄だよ。父さんは一度決めた。まとめて叩き。よく知ってるんだね。まあ、これでもどうやら。レイコスは
お父さんとはどうなの？私お父さん、その質問には答えられない。これで終わらせる。おしゃべりなレイでも家族の話はタブーだった。父親がいるのが当たり前だと思う。ほらほら、油断してるとやられちゃうよ。レイにも話したくないことあるよね。そりゃあね。それより妹ちゃんをやっつけるんでしょ。やっつけないけど、まあはいはい。地上と比べて地下は狩猟が多い。地中は奴らの溜まり場ってことなのかもね。レイ、あんたにも姉妹がいるって言ってたけど、あんたは自分と血のつながった姉妹を殺せるの？どうでもいいよそんなこと。回答拒否？こっちの家族が複雑なの。ひとまり切り刻み、やっはやめて。私は先に止めたいだけ。妹ちゃんは本気で殺しにかかってくる。どっちも生きてもらって、そんな都合のいい選択肢がどうでも。姉妹ってのはさ、生まれた時から比較され続けて競争することを宿命づけられた関係なんだよ。油断しないでねって言いたいだけ。
結局戦うことになりそうね。さっきの地震のせいでめちゃくちゃ。ここを登れば進めそうね。こんなものね。これで先に会える。お母さん。母を亡くしてかわいそうなサキちゃん、泣いてるのね。両親がいがみ合い、父が母を手にかける家族、なんて過酷な運命なのかしら。でも大丈夫よ、私と一緒に来て。サキちゃんを一人にしない。サキちゃんはどうしてお父さんがお母さんを殺したと思う？そんなの知らない。お父さんにはね、お母さんとサキちゃん以外に大切な人がいるの。それはあなたのお母さんより前にお父さんが愛した女の娘、あなたのお姉ちゃんよ。私にお姉ちゃんが？そうよ、お姉ちゃんの方が大事になったから、お母さんとサキちゃんがいらなくなったのよ。ひどいお父さんよね、ひどいお姉ちゃんよね。許せないわよね、悔しいわよね。うん。お母さんを取り戻したいよね。うん。じゃあ、いいことを教えてあげる。大好きなお母さんを生き返らせる方法があるの。それはね、
あんたがアヤ。さっき。よく言うよね。私のことなんか忘れてたくせに。ねえ、お姉ちゃんがさ、妹のお願い聞いてくれる？私、お母さんを生き返らせたいの。アイ、お前の心臓を使って死んだ母さんを蘇らせて、人を食らう化け物にでもするつもり？母さんがそんなこと望んでいると思うの？クソ親父に愛されたお前に何がわかるの？お母さんのために、私のために死んでよ。私はあんたを止めるために来た。殺し合うことなんて父さんも母さんも望んでいない。うるさい。お前が母さんとか言うな。どっちかが死ぬまでその戦いは終わらない。私はあんたを殺す、それだけだ。バカ、私とあんたはキリキさんお姉妹なんかじゃない。私とあんたは本当の姉妹なんだよ。まとめて叩き切れ。エヴァに聞いたんだよ全部。お前はクソ親父だ、よそで作った子供だって。お前がいるから、私とお母さんは見捨てられたんだ。このクソ親父も、私とお母さんが邪魔でしょうがなかった。バカ言わないで。あんたはそのエヴァに操られてるだけ。その女があんたの弱みにつけ込んで利用して終わらせるだけじゃない。これ以上あの女がいいようにさせないでよ。何なの、適当なこと言わないで。お前らを信じるより死ぬほど待ちだってろ。父さんに教わった力。あーや、知ってる？異日族として生まれた姉妹って代々試合で殺し合ってきたんだって。だから私たちも殺し合う運命なんだよ。これで終わらせる。ちょったれな運命、私がぶっ飛ぶ。そのクソが、お前さえいなければ。避け、それ以上は秘密に。貴族の運命が血塗られていようと、私がその血を振り払ってみせる。ぶっ殺してやる。ぶったげる。父さんに教わった。なんでお前に勝てない。クソが私はぶったげる。何も間違ってない。父さんに教わった力。お母さんが死んだのは私のせいじゃない。お母さん、なんでお前からお母さんの匂いがするんだ。本当の姉妹じゃないくせに。バカ、私たちは本当の姉妹だよ。私は母さんのお腹が大きい時からずっと咲を見ていたの。生まれたばかりの頃、ちっちゃくて可愛くて、私がサキを守らなきゃって、その時誓ったのに。幸せな家庭だったなのに、突然母さんが継母だって言われて、その後すぐに家族がバラバラになった。でもそれは父さんも母さんも私たちを守るためにそうするしかなかったんだ。今更何なの、
今さらそんなこと言われたって。もう一人にしない。さっきの寂しさは私が埋める。お母さん、ごめんなさい。ちょっと痛い。え、嘘、ごめん。でも今のちょっとお母さんっぽかった。え、そうかな。あ、いや、で、これからどうするの？父さんを助けに行く。一人で無茶して戦っているようだったから、さっきあなたにも手伝ってほしい。クソ親父じゃないや。お父さんが戦っているのって母さんの敵討ちに向かってる。お母さんの。お姉ちゃん、私も一緒に戦いたい。ありがとう。それじゃあ行こう。